ヨハン・エイクマン・ヨハン・フレデリック・エイクマンは、オランダ人の薬学者、科学者。明治時代に来日し、植物成分の研究に有機化学と栄養分析の手法を導入し、日本の薬学における新分野の基礎を築いた。エイクマンとも呼ばれる。エイクマンは、1851年、教育者の子として、オランダのヘルダーラント州、ネーケルクに生まれる。 18歳で薬局見習い生の試験に合格、薬局、科学試験書などを経て、24歳の時に来電大学に入学、分析科学等を学んだ。明治10年2月、エークマンは日本の内務省衛生局の招きに応じて来日した。彼は長崎市役場の監督に着任し、薬品試験の実務及び指導を行った。明治12年3月、 東京市役場に着任後、日本国民の栄養状態を改善するため食品の成分分析に着目し、日本における同分野の研究を開拓した。明治14年、東京大学医学部製薬学科教師ランガルトの公認教師となって、製薬学、科学、薬剤学などを担当した。当時、日本産の薬用植物や有毒植物の 成分研究にも力を注ぎ、汗び、走りどころ、チャンパギク、草の王、南天、国サギなど多くの研究結果を発表し、1883年にファイタケミシャのキツユーバー A にゲパナシャップフロンゼンを観光している。明治18年には、シキミの果実から多くの植物成分の潜入物質であるシキミ酸を発見している。 ファイタケミ社のキツユーバー、エーニゲパナシャプフロンゼンの表紙また、エークマンは、明治14年1月、ゲールズ、ランガルト、柴田昌敬らと共に、初版の日本薬局法編集委員に任命され、ドイツ語草案作成に携わった。特に、ランガルトが帰国し、ゲールズの死後はエークマンが独力でドイツ語文創行を修正し、日本薬局型完成に大きく貢献した。 日本薬局法草案は日本文、ラテン文、ドイツ文が明治18年8月完成し、初版日本薬局法は明治19年6月25日に交付されるに至る。また、内務省衛生局はエークマに依頼していた原稿を翻訳し、日本薬局法注釈を明治23年に刊行した。彼は健康上の理由から、 日本薬局放送案が完成した明治18年に帰国の途につき1885年10月から1886年2月までジャワ島に滞在した後オランダに帰国した後にアムステルダム大学の教授に就任している1887年と1890年にはオランダ人学者エム・グレッシュ・ショフと共に後に レゼルピン起源植物として知られることになるインドジャボクの根の紅葉について報告している。弟はビタミンの発見でノーベル生理学・医学賞を受賞した医師クリスティアーン・エークマンである。ABC ・インスティトゥット・ボーア・ネダー・ロンドス・サイ・シダネス。AB ・アンティック・ワイリアット・ヤンミ・ムリンク公式ウェブページ。ABCDE ・長崎薬学士の研究。 第3賞金大薬学の定着期、3長崎市薬場とエイクマン長崎、大学薬学部公式ウェブページ AB、日本薬局方縁閣略期、第15改正日本薬局法2006年、1ページ。清水藤太郎、日本薬学史1949年、1971年復刻、南山道、P287 ハット LB エンリッチエトール。 リクイダンバースタイリシフルーは、エイリニュアブルソースオブシキミックアシッドテトラドレン、レターズ、49、2008、P2503、ノーマンテーラーチョ、ナンバツネオ、ナンバヨーコ薬中、世界を変えた、薬用植物1972年、草原社、P29 から30。ありがとうございます。